ニタマ。こんばんは。二度目の方ありがとう。こんばんは。ドリップネバ。こんばんは。こんばんは、どうも。ムートメガネさんファンレベル15、ありがとうございます。ありがとう。棚買ったの？棚？あ、食器棚？食器棚まだ。食器棚はちょっと、明日までに買いたい。プライムセールだっけ。プライムデーか。アマゾンのね。それで。こんばんは。よいしょ。こんばんは、たまん。うん。お久しぶりです。久しぶりじゃないよ。違うよ。びっくりしたじゃん。久しぶりじゃないでしょ？こんばんは、たまん。接戦だね、結構、このイベント。3位までは結構、ポイント近いね。3位と2位は、10万ポイント差くれる。こんばんは。こんばんは、どうも。もう一本。結局、アイロンしようと思ったり、なんか、携帯触ったりしてたら、時間がなかった。よいしょ。こんばんは、どうも。やんないと近い。追いつかれちゃう。髪染めた、髪染めてないよ。いつだっけ。先月末に行ったかな？ 6 月末に行って。これ順位が下の方にも詰め隠してるボスたちがいる？怖いぞ、じゃあ。怖いぞ。こんばんは、どうも。きっと初見です。きっと初見じゃないです、それは。違う。3位ね、ちょっと入れるように頑張りたいな。茶色く見えた？ちょっと茶色かも。なんかね、画面、パソコンちょっと暗く見えるかも。髪の色。目で見る感じ。なんか、鏡で見た方が明るく見える。こんばんは。ひょうかちゃん、やっほー、やっほー。にやとまくんね、とりとんさん、100回目の方もありがとうございます。ありがとう。今日髪めっちゃ綺麗見える。嘘？違う、いつもと。こんばんは。たまーん。かたも昨日夜中の2時半過ぎまで配信してた。ツイッチね。ツイッチゲーム配信してた。こんばんは、たまーん。こんばんはー。なんか音かな。こんばんは、やっほー。毛先がトゥルントゥルンに見える。毛先がトゥルントゥルンに見える。トゥルントゥルン見える。毛先がトゥルントゥルン、いつもと一緒よ。トゥルントゥルン。こんばんは、お疲れ様です。お疲れ様。3時過ぎまでしてたっけ、私。何時までしてたか覚えてないや。こんばんは、どう？昨日の？見てみよう、配信概要。昨日のやつ、ツイッチ。昨日。配信概要。あ、ほんとだ、3時過ぎまでやってる。やば。どうじゃん。Twitch の平均人数上げていきたいな。平均視聴者数いっぱいしなきゃな、じゃあ。
こんばんは、どうも。ケンさん、ファンレベル15、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。今日はちゃんと起きられた。あ、いや、お昼配信したよ。しました。昨日から霊感シーツに変えたらひんやりしてて気持ちいい。確かに霊感シーツいいよね。私、普通のシーツだけど今、前使ってたわ。こんばんは、どうも。マットさん、ファンレベル11、ありがとうございます。ありがとう。ホラゲー、ホラゲーあれば増える？そんなことないっしょ。ホラゲー疲れるよ。中尾の卵丼のシーメントってめっちゃ美味しそう。明日のお昼は親子だ。親子丼もいいね。うん。こんばんはー、どうもよいしょ。エフェだから増えない？え？そんなことある？でもエフェしたいもん。よく広げた。確かに今日ちょっと早めだったしね。目が覚めた。アラームで。いい感じ、涼しくない？そっちじゃないよ。違う。エペは競合、確かに、配信してる方多いよね。スーパーマーケットシミュレーター実況。あ、なんか前も誰かに言われた気がする、それ。チームにあるんだっけ？スーパー、なんか、なにスーパーの店員になるやつ？それ。だっけ？こんばんは、どうもーん。スーパーの店員さんになるやつかな。エペとか上手な人のみたい。やめて、私めっちゃ下手みたいな。そうだけどさ。そうだけどさ。どうぞ、ホラゲやったらナンバー。やだ、でもホラゲ疲れるもん。疲労感が半端ない、ホラゲ。こんばんは、どうもーん。こんばんはー。スーパーの店員やったことない。ないバイトしたことないよ。スーパーの店員さん、なんかレジ打ちとかめっちゃ大変そう。マイプとゲーム画面の大きさ逆にしてください。そう、ゲーム配信じゃないじゃん。マイプ、あ、ツイッチだったらね、あの拡大できるよ。拡大できるから、そのワイプのところを拡大してくれれば、あの大きく見れます。スーパーの店員のゲームだと思う。なんだっけ、スーパーマーケットシミュレーターだっけ。多分。私あんま分かってないけど。こんばんは、どうも。バイトしたことないよ、私。ゲートに入ったのが中学生だから、バイトできないじゃん。何もしてないから、バイト。したことないね。たっちゃんさん、ファンレベル12、ありがとうございます。ありがとう。マックのバイトなんやったことある？ないよ。落としてた。ないよ。マック。なんであるのよ。コンビニもあるの？スーパーのレイアウトしたり、レジ打ちしたり、品出ししたりするゲーム。労働です。え、なんか面白そう、それ。考えとこう。あれも言ったしな。漢字でこう。漢字の読み。漢字の読み苦手だからな。こんばんは、どうも。ゆうと集めてきた。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、どうも。何歌おうかな。さっきファーストラブ。ファーストラブは後で歌うか。早くまた歌う。いつもの方ありがとう。こんばんは。みんなネット用語、ギフト、たくさんありがとうございます。ありがとう。うたさん、ファンレベル11、ありがとうございます。ありがとう。今日とも大きな声でいらっしゃいます。え、言えるよ、そのぐらい。すごい言える、きっと。こんばんは。カツオモの方ありがとう。こんばんは。どうしようかな。なーに歌おう。ありがとう。カラオケ。カラオケ何にするか悩んでるんだけど。と言えない？いらっしゃいませ。そのぐらい言えるよ。コンビニのやつ、コンビニのやつ絶対面白い。コンビニ、え？コンビニとスーパーと何があるの？うん。しょうがない。聞いてないよ、それ。キュアメロディーね。聞いてない。前大統領今日通勤中に聞いてたから、脳内先生バッチリ。曲名いく？それ。ピーマル様から調べた方が楽だよね、きっと。ピーマル。
まわどもん。間違っちゃった俺、やっぱり。どういうこと、どういうこと。あ、間違えちゃった、連発。どういうことよ。いや、ピーマル様ってさ、こんないっぱい歌ったんだね、知らなかった。キメキブローカー最初のサビみたいなとこだけ知ってるな。ヒクとかやったとこで聞いたことない、ちゃんと。いつもの方ありがとう、こんばんは。あ、これあれよ、そんなに聞いたことないから、な、歌えないよこれで、これほぼセリフか。いつもの方ありがとう、こんばんは。じゃあシルブプレジデントだっけ。こんばんは、2度目の方ありがとう、こんばんは。よいしょ、これ、はい、あ、ちょうどランキング上がった、5位。あ、ちょっと待って待って。ちょっと待って待って。ちょっと待って。歌えない、そんな最初。ランキング上がって5位。ありがとうございます。ありがとう。歌うわ、これで。よし。ロマンスの不祥事逃がさない。消してあげる。さすが国王。タイミングがありがとうね、ランクアップありがとうございます。先生、私が大統領になったら人のとこにちょっかいかけるような島流しにします。先生、私が大統領になったら、いや、ただの友達だよってごまかすやつをへそから天気を流します。ダダダダイタン不敵戦士ソナルクロースアン、ダダダダンクラーやるぜ、絶対的にリサーチだ、嫌い、しょうがない、クズは病気ね、バイバイバイ、権力財産地名性何もないけど泣きたい、言えなかった。ダダダ大統領になったらね、まずは君を捕まえるね、濡れたタオルで洗いざらい吐かせるね、誰ですかあの女、ダメですかそうですか、ロマンスの不祥事逃がさない、消してあげる、シルブプレプレプレジデンス。早口すぎて言えなかった。先生、私が大統領になったら、ただの仕事の付き合いだよっていうやつは二度と働けなくしてあります。先生、いかれく、いや、向こうが強引でさっていう男の口にはレジオナガ信号で固めてあります。言えなかった。まあまあまあ、また固く干渉なすな。ちょっと追いつけない。言うじゃない、悪くないのね、はいはいはい、軽薄なのいけしゃしゃ、何もないとかありえないでしょ。ダダダ大統領になってもね、多分君は変わらないんだ、しらっととけて野良行く、何かわすのね、ゲットですか、こんばんは、本気ですか、こうですか、情熱と不注意、微熱も消してしまいたい。あ、わかんない。うん、カレットミトさん歌は、ちょっとわかんない。ダダダ大統領になったらね、マジで君を捕まえるね、濡れたタオルで洗いざらい吐かせるね、どこですか今あんた、見っけちゃった、バレちゃった、夜道にはご用心、さよなら、代わりに銃声、シルブプレプレプレジです。どんなんだっけ、なんか振りさ微妙に覚えてるけど全部覚えてないよ。終わったタワーだよね。ありがとう、カズトメントさん。終わったタワー、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう、たくさん。ありがとう。カズトメントさん、ファンレベル33。ありがとうございます。ありがとう。プラマンさんが、おろす、頑張ってるので。終わったタワー、ありがとうね。プラマンさん、ありがとう。フローさんもたくさん、ワロス、ありがとう。こんばんは、どうも、こんばんは、どうもどうも。
2度目の方ありがとう。フォローもありがとうございます。ありがとう。パチパチありがとう。この曲ちょっと一回噛んじゃったらさ、ついていけなくなっちゃう。何色で書いてきた？水色か。なんか早口すぎて一回噛んだら終わり。7月16日この歌面白い。なんかね、セリフが結構すごくついてる。カエトミトさんが終わったタワーだよね。終わったタワー。コメント早い。コメント早い？そう、いつもと一緒ぐらいじゃない？早い、いつもより。カエトミトさん、こんばんは。どうも。終わった後は終わった。ちょっと絵文字終わった。終わったの絵文字。終わったの絵文字覚えなきゃな。可愛くなって、よいしょ。今花火上がってた。違うページ開いてる間に。上がってた今。こんばんは、どうも。いや、僕34になってるから。34。上がってたかな。ありがとう。あ、74ポイントいってる。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。上がってた、花火。で、ランクアップもしてる。4位。ありがとうございます。やったー。ありがとう。嬉しい。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。こんばんは。4位、ありがとう。終わった。このさ、クマむずいね。うま。よいしょ。縦長。なんかね、耳がむずい。まあまあまあ、でも既に始まってた。今日あの200目23時から。こんな感じか。なんで犬っぽくなっちゃう？耳のせいかな？なんかむずいんだよね、この子。よいしょ。風富田さん、終わったタワー。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうございます。どう？どうですか？ピントが。いいね。終わったと。ピント。あ、来た。なんか、クはむずい。ありがとう。ありがとうございます。でも、ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。終わったギフトたくさんありがとうございます。ありがとう。ありがとう。二度目の方ありがとう。こんばんは。ありがとう。いいよ。こんばんはー。クマ感出てきた。あ、よかったよかった。きっとこれから成長するはず。二度目の方もありがとう。こんばんはー。どうもー。いいよ。こんばんはー。こんばんは。よいしょ。やばいな。今ちょっと半レベル。浴衣配信じゃないのについついない。浴衣配信するから土曜日にしようかなと思ってる今のところ。今のところ
こんばんは、どうも。こんばんは。うん、寝坊した。キョンシーさん寝坊した。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。今北産業とアイス解放の指令お待ちしてます。明日以降？わかりました。アイス解放。こんばんは、どうも。こんばんは。嬉しい、4位。やった。嬉しい。まだま。何言っとくかな。どうしようか。こんばんは。何がいいと思う？何にしよう、歌うの。こんばんは、どうも。こんばんは。ちょっとマイクの指向性から声が拾いやすくしよう。これでいい。こんばんは。よいしょ。パワーさん、ずっと悪すぎると投げても大変そう。ありがとうね。グランツさんも、いちごのやつ、カップアイス、いちごアイス、たくさんありがとうね。ありがとう。ありがとう。よいしょ。こんばんは。何しようかな。何がいいかな。何がいいと思う？こんばんは、どうも。どうしよう。お疲れ様です、お疲れ様。ラブトリップとか。ちょっと、2番、歌えるかな？ AB メロ。行ってみようかな。このイベント、夢取って本番、次が本番。本番？あ、なんか頑張るみたいな。次のイベントね、まだどれ出るか決めてないんだよね。次のイベント、次なんかさ、ちょっと一回これ切るか。ラブトリップ言っちゃった今。あの、なんだっけ、次のイベント、劇場公演曲のやつか、なんかそれ以外なんか探すか。僕の配信見てた。電車乗り過ごした？やばいじゃん。大丈夫だった？大丈夫だった？22日から開催のやつ。劇場公演曲のやつ。なんかあるかな？あ、なんか、いっぱい増えてるわ。イベントが。見てなかった。見よ、これ。なんか、いろいろ増えてる。知らない間に。22。何これ？集まれ米払えば。なんか気になるんだけど。ご飯の音も。いや、いいね。え、これまだ先だね。29。戻れない。あれ？どこ行った？どこ行った？なんかアバターのやつが多いね。食いしん坊アバター。かわいいな、絶対これ。寝てる間に姿勢矯正。第4の幕。でもこれまだ先だね。22。なんか新しいさ、ショールームの公式見るとこれめっちゃ気になるんだけど。なんか、あの頃にも会えたいあなたや、ショールーム幼稚園で一緒に遊ぼう。これ何これ、何これ。
これゲートめっちゃ可愛い。これなんか積み木とかクワぬいぐるみとか先生見てなんかクワッターヒル。このイベントで周りの皆さんは幼稚園の担任の先生になりましたっていろいろな幼稚園遠征各リスナーさんが自分のクラスに入りたい遊びたいと思ってもらえる自分のクラスの名前を決めてよなんだこれなんだこのイベントこれ面白そうね。これ次の次だけど8月29幼稚園イベントウェイト何でもいいの ネット用語のやつ何でも嬉しいです、うん、うち KKB イベントにたくさんの人参加すると思うか別のイベントの方が狙い目である。まあ、確かにこのイベントさ KKB イベントあの劇場公演楽曲のやつはめっちゃなんかね特典が豪華なのよね。だからあのだから多いかも人が。だけの時はロスがいいのか何気に聞いてない。何聞いてないのは自分のことあロス何でもいいよクラゲの時先生見てギフト先生見てギフト幼稚すぎるえ可愛くないあのイベント。そのお米のさご飯のお供のやつもいいけどさ同じ期間だから集まれ米払えばご飯のお供がいっぱいもらえるみたいな。幼稚園かわいいよこれ。でもこれまだ先だからなんだっけ。次はじゃあそれにしようかな。あの22日からのやつこれいいのあるかな。ここにじゃあもう一度見てみるかちゃんと。22ね。どうしよう。公式のやつってなんだっけ。あ、サマーファッションインショール。これか。サマーファッション。これは？なんかこれいろいろ書いてあって覚えづらいの。内緒難しい。どうしようかな。山本さんの声はまだ届いてない。まだある。やっと5000、まだある。ありがとうね、たくさん。フォロワーさん。ありがとうございます。じゃあ、幼稚園児になる。そう、みんなが幼稚園児になる。笑いチャンネル面強い。ほら、怖いよ。やだよ、ね。自分がその、あの、なんていう、なんか、ホラー体験する側になるってことじゃん、まあさ。ホラーチャンネルだから、センドラ、ショートドラマ。怖いよ。怖いよ、これ。これに出ようかな、じゃあ、来週は。劇場公演、曲のやつ。出る人、ちょっとさ、まだ、その今はまだ少ないけど。書いてるか分かんないけどさ、これお疲れ様です。お疲れ様。ご先祖お疲れ様です。自分なら先祖にあげますでもありがとうねみんな。ヨガさんにぴったりのイベントあったよ。ダイオンの枕ってあれ何なの。ちょっとよく分かんなかったんだよね。あれ何。でもそれまではもうちょい先よ。劇場公演曲イベントにしようかな。次はいよ。なんかよく分かんなかったからページ開かなかったあったあった。第4の枕これ何ん。ポスチャーコレクションピロー。背骨を支えることで胸を開いて背筋を伸ばす第4の枕だって。閉めてみた。
はい、やはり劇場公演部。そう、次はそれにしようかな。劇場公演部。まあ、豪華だし。めっちゃ豪華なの。だからさ、まあ、激戦になるかももしかしたら、わかんないけど、わかんないけど。なんか1位がね、天岐阜10万円分とか、2位で5万円、3位で3万、4位で1万円。めっちゃ豪華で、ギフトランキングも、いつものカラオケのさ、イベントみたいにミラーボールと音符があるんだけど、紫音符。ミラーボールが、なんか、全国の百貨店で使える商品券。で、音符が、人気コーヒー店のプリペイドカード。タバかな。だって。だから、ちょっと、人がいっぱい、いろんな人が参加するかもだけど。一緒かな、じゃあ。何曲、そう、もっと覚えないといけない。これ、リストあるけど、ちょっとこの中で歌える曲が少なすぎるから。覚えないといけないのよ。枕指枕もらえないじゃん。あ、そうだ、枕、なんか、第4の枕だ。だからなんか、枕とは違って、なんか、背骨支えるやつだっけ。あ、頭の方ありがとう、かまま。2度目の方もありがとう。君は僕の風覚えろ、じゃあ。もうちょっとしても負けない。確かに構わない。出るんだったね。でも、このイベントもね、ちょっと、頑張りたい。枕はもらえない。ダイヤの枕。ダイヤの枕、あ、もらえるけど、でもなんか枕じゃない。なんかね、なんていう？姿勢良くするみたいな。あの、みたいなやつだった。おう、3位。3位だ。ありがとうございます。ランクアップ、3位ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。来てかったむず365人。コウジさん、今月もありがとうございます。ありがとう、ありがとう。手作りで歌ってなかった君は僕、君は僕の風ワンハーフしか歌ってないから、ワンハーフしかわかんないのよ。フルがわかん。第3の枕、確かに第4の枕がなんか、なんか背負う感じのさ、背負くするよみたいなやつ。第3第2なんだろうね、よくわかんないよ。こんばんは、初音の方ありがとう。さっき何歌ってたっけ私。こんばんは。ラブトリップ、トリップ言わんとしてたけど、わかるかな。まあいいか。こんばんは、どうも。よっ、傘との葉もよろ。好き好き好きにする、ハーネスみたいなやつがダイヤの枕。あ、そう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 、それそれそれ。365日、どうしようかな。二度目の方ありがとう。好き好き好きするか、ちょっとワロスが覚えてるから。ありがとうね。ちょっと歌えるかな。好き好き好き、はい、何ですか、持ってくれてるから。どういうのか、ありがとう、こんばんは。付き合って2ヶ月は経ったけど、何にも起きない私たち、女の子なんか興味ないようにずっとそっぽ向いてる。普通なら10回目のデートくらいで、そろそろさりげなく近づいて、手を握ったり肩を組んだり、キスだってありなのに、友達以上になろうとしないの。気遣いなんかはいらない、遅いかかってよ、こんな関係でなんかちょっと不自然でしょ。もっと愛を深め合いたい、好きと言ったら好きだと答えて、
とあなたを好きになるから、てれてたって遠慮をしたっていい人なんて褒めてくれないよ。やっと二人は出会えたんだから、イチャイチャとくっつきたいなよ。呆れるくらいバカアプルデイ、学作恋人になろうよ、幸せな恋人になろうよ。すごい、ちゃんと覚えちゃうこの曲、うん、自由にどこまで進んだのか、いろいろ聞かれて困るのよ。男の子たちは鼻息荒く迫ってくるって言ってた。地下鉄の改札口で別れる時をそんなニャスにと変えるのね。見つめたり指を絡めたり抱きしめてくれなくちゃ。例えば恋でキャッチボールのように、一つのボールを二人で投げ合うものよ。私が一人で期待しててもおかしいでしょう。ちゃんと愛を受け止めなす高い好きになったら全力投球だから、あなたも高速球で拠点ない高い声。マイペースじゃ物足りないから、もしも二人が愛し合ってるならベタベタとくっついたいよ。装飾よりももっと油っぽくよ、恋人になりたい、幸せ…間違った、なりたい、本当のだったわ幸せじゃなかった。プーさんファンレベル15、ありがとうございます。アイトン、好きと言ったら好きだと答えて、もっとあなたを好きになるから、照れてたって遠慮をしたっていい人なんて褒めてくれないよ。やっと二人は出会えたんだから、イチャイチャとくっつきたいのよ。呆れるくらいバカアプルデイ、今日こそ恋人になろうよ、幸せな恋人になろうよ。カーソルだ、あ、なんかペンギンみたいなやつねあれ意外と大変なのありがとうあ、もう歌えなかった。今日高い声出ないや。ありがとう。バチバチありがとうね。初音門の方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。アラカトルさん、ファンレベル15、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。二度目の方もありがとう。こんばんは。感想さ、急いで走って、で、なんか、止まって、みたいな。で、走って、止まって揺れて、みたいな感じじゃん。なんか、その、なんていうん?その、最後にさ、つきたい位置があるじゃん。立ち位置があるからさ、その、一回一回止まるのも、だいたい立ち位置が決まってんのよ。そこに行くのがめっちゃむずいの。普通に回ってたら、そこに行けないから、もうちっちゃくなりながら小走りで。でも小さく回る、あの角曲がるとき内側に入りながらじゃないとね、いけないんだよ位置まであれ大変なの意外と。こんばんは。どうも、歌ってくれてありがとう。ラストスパート頑張れる、ありがとうね。ありがとう、たくさん。この話は興味深い。感想大変なんですよ意外と。そう、16人大変、そう。そう。人が詰まってるからさ、こう前に行きたくっても、人がいるから行けない、みたいな感じなんだよ、みんな。だから、回るのが大変。あ
大変なんだよ、あの乾燥のやつそうやってる人しかわかんない二度目の方ありがとう、こんばんは、こんばんは。8人とかやったら、その人と人との間のさ、この隙間がさあるからさ、移動しやすいかもだけど、16人結構もう目の前にいるからさ進めないから、むずいのよ小走りしてなんか止まってる時にちょっとジャンプして横にずれるみたいな入れないから大変なんですよ、あの移動意外とん、誰が邪魔、でもね、あのメンバーみんなね、あの目の前に人がいるからさ、行きたくても行けないみたいな、前進めないみたいな感じのもう誰かが遅いとかじゃない、もう人がいっぱいいすぎて。ビンゴも練習しとく？ビンゴ？さっきなんだっけ？ 365 か。365、高いな。でしょか。ビンゴにする。ビンゴも高いけどさ。こんばんは。どっちがいい？ 365 とビンゴ。いつもの方、2度目の方、ありがとう。こんばんは。違いと。お疲れ様です。お疲れ様。邪魔の時は手で押してます。やばすぎる。そんなことしたらもう全員詰まる。しないよ。怖いよ。しないです。そんな、ひどいこと。どっちがいいと思う？ビンゴか。365。こんばんは。でも好き好き好きね、入ってなかった気がするんだよね、これ。あの、劇場公演イベント、劇場公演曲イベント、なんか対象曲に、まあ、別に対象曲以外の歌を歌ってもいいんだけど、なんか、ランキングあるのよ。劇場公演楽曲歌唱回数ランキング。この対象に入ってなかった気がする。好き好き好き。これが1位になっても別にあれか、特に得点、どの歌が一番歌われたかっていうだけなんだけど、好き好き好き入ってないのよな、入ってない、なんでか。入れたんで突き止めそういうやつじゃん、そういうやつじゃん、そんな押してないよ。みんなも、みんなってか、みんなじゃない、あの、二人いるじゃん、前に、レイダウン。なんか、突き飛ばすふりじゃん。じゃん。あの、その前にいる二人が、こう、飛ばされたようにしてくれるから、じゃあ突き飛ばしてるみたいな。そう。もうちょっと押してるぐらいで、こう、飛ばされたみたいな感じでやってくれるから。かまわんの？限界だよ。そんなやりませんよ。押し飛ばしませんよ。二度目の方ありがとう。こんばんは。ビンゴにする？お疲れ様です。お疲れ様。ビンゴにする。ビンゴ。ビンゴは検索した方が早いか。下の方で。ビンゴ、ビンゴ。台無しの教科書かっこよかった。本当に台無しなのよ、あれ緊張する。今日ソロじゃん。こんばんは、どうも。かわいい、ありがとうね。初見です。本当にレベル1になってる。本当にあつもの方ありがとう。こんばんは。じゃあピンコね。ピンコ。よし、入っちゃう。よ。うん。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ワン、ワン。ワン、ワン、ワン。ワン、ワン、ワン。わけなんて何もない。紹介された瞬間。稲妻に打たれたの。
理想のタイプだとか、ここに惹かれたなんて思い出せないスピードで、目と目が合うと胸が高鳴る、心の奥で思わず叫んでた、ビンゴビンゴ、あなたに巡り会えた、ビンゴビンゴ、生まれて初めてピンときた、ビンゴビンゴ、今日までは決め振らず待っていた、よかったわ、運命を味方に並びず、ここで起きた奇跡にスキップしたいくらい神様に感謝する。 Thank you。 偶然はいつだって用意されたシナリオ、誰にも何も知らされずに、あなたのことを考えるたび息をするのも苦しくなってくる、ひとひとと真ん中に命中、ひとひと私のハートが盗まれた、ひとひとどこかで会えるような予感くらいしてたけど、あなたはサプライズ、 Oh my god。 ビンゴビンゴ、あなたに巡り会えた、ビンゴビンゴ、生まれて初めてピンときた、ビンゴビンゴ、今日までは決め振る、あー裏返ったよかったわ、運命を味方にならみる、ひとひとの真ん中に命中、ひとひと私のハートが盗まれた、ひとひとどこかで会えるような予感くらいしてたけど、あなたはサプライズ、疲れちゃったわー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 、間違えた。ありがとう。二度目の方ありがとう。こんばんは。ありがとうございました。裏返っちゃった。落ちそび。出ない、あそこ。出るときと出ないときが、今日は出ないときです。はじめちゃんありがとう。ありがとうございます。二度目の方ありがとう。こんばんは。インサイさんファンレベル14。ありがとうございます。ありがとう。高い曲ダメだ。365無理だ。ちょっと高い。次僕の太陽。一回休憩ね。ちょっと休憩ね。一回休憩します。よいしょ。よかったよかった。大丈夫よ。大丈夫。こんばんは。一回休憩したら歌える。でもギフトランキングないんだったかな。美味しい。今北産業、お、今北産業さん、あれ4位じゃなかったっけ。確か上がってる。3位で
ワロス。ワロス、ワロス5位で、ワロス5位。おわたが、おわつ2位。ありがとうございます。で、北が5位で、よいしょ。で、クマが、あ、クマ3位になってるわ。3位だ。アスキーアートクマ3位。ありがとうございます。ナイトン。あれとね、全部なんかめっちゃいい順位で。ありがとうございます。ありがとう。総合も今3位だし。たくさんありがとうね。ありがとうございます。あいさん確かにのだめ買ってこなきゃ。めっちゃ忘れてた。買ってくることを。のだめないことを忘れてて。買わなきゃね。買わなきゃ。あ、どうもの方ありがとう。こんばんは。どうも。こんばんは。どうも、どうも。こんばんは。じゃあ、12時になったら、僕だから。またいい？日付変わって。一回休憩。喉、つけちゃった。こんばんは。どうもの方ありがとう。こんばんは。こんばんは。どうも。どうもどうも。こんばんは。そう、全部5位以内。ありがとうございます。ありがとう。情報技術検査ファンレベル11。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。若さキスターポップの決心、入ってるやつなんだっけ、対象楽曲に、イベントの。歌えるようになんなきゃな、いろいろ。なんなきゃ。リップ塗るかな。落ちてないやん、ま。ちょっと塗ろう。リップ、リップ。歌ってた、ビーコエン。え、対象楽曲入ってるね、多分。なんか好き好き好きだけなんか入ってないんだよね。なんでかわかんない。声かな、ちょっと OBS 見ないと誤差が起こる。入っちゃった。 OK。 いつもの方へと、こんばんは。まだまだ序盤だし、なくちゃ後輩になったら相当頑張らないと。確かに強かった、いっぱいだもんね、このイベント。ちょっと私も頑張ります。頑張るよ、このイベント。一番だ、終わった？ 49 分かった。ありがとう、フロマンさん。ワロスタワー、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。すごい。一番だ。ありがとう。たくさんありがとうね。ワロス、ワロス。二度目の方ありがとう。こんばんは。初音の方もありがとう。今北産業ギフトは本当のファンの数を、はい。確かに。確かにね。今北産業は無料ギフトだからさ。そう。人数が大事なんだよね。さっき何？水色？ピンク好き。なら朝配信？朝配信ね。切れたら？ 4 月16日。うん、ペンギンさんファンレベル16、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。二度目の方ありがとう。うん、フォローありがとうございます。ありがとう。ありがとう。フロマンさん。終わった後は、終わった。
じゃないの、間違えた、ワロスか、ワロスね。いや、なんかか大変そうやった。ワロ、これワに見えるんじゃないか。あ、ワむつい、クに見える。どうやったらさ、薄いんだよ、なんかワ、ワロス、ロスト。あつもの方ありがとう、こんばんは。終わった終わったから終わったになっちゃった。朝5時は禁止、朝5時はしないよ、しない。お疲れ様です、お疲れ様。耳がね、むずいんですよね、このクマ。手中熊っぽくなったんじゃない？いい感じじゃない？こんばんは、どうも。お風呂マンさん、ワロスタワー。ちょ、クンに見えちゃう。むずい。わって書いたつもりだったんだけど、ワロスタワー。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。たくさんありがとう。たくさん、ワロス、クンに見えちゃう。たくさん、ワロスありがとう。ヒントー。なんでこんな合わないんだろう。ちょっと合わない、ピントが。え、どうしたら合う。あ、聞き、ワロスタワー、ありがとうございます、ありがとう。ありがとうありがとうございます。ありがとう。ワロスタ、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ハマーさん、ファンレベル13、ありがとうございます。ありがとう。クロス、ワロスって書いたんだよな。難しい。クロスターかと思った。わって書いたつもりだったんだけどな。おかしいな。おかしいな。いいじゃん。こんばんは。ワロスです。わ。スーパーにある100円商品シリーズの卵もジャックがついてた。良心、確かに良心的。おばちゃんありがとう。こちらこそ。ありがとうね。ありがとうございます。さっき椅子の上でさ、なんか、お姉さん座りっていうの、正座みたいなの座ってたら、足しびれた。二度目の方ありがとう。こんばんは。どうもこんばんは。ブーン、来たよ。来てほしい。何ですか、何ですか。たまに来るんだが、こうやって。初見です。初見じゃないけど、ありがとうね。いつもの方ありがとう。こんばんは。好きです。ちょっと、名前変えてからにしてもらってもいいですか。G は無理だ。名前変えてからでお願いします。2度目の方ありがとう。こんばんは、どうも。こんばんは、やっほー。お疲れ様です、お疲れ様、お疲れ様です。いやだって G なんだもん。ちょっと、こんばんは、こんばんは。初見さんコメントありがとう。こんばんは。アマゾンで1万円も買い物する。アマゾンで1万円、いや、あんま使い切らないね。アマギフ1万円、アマギフ1万円もらったことあったが、あった気がするな。なんかでもさ、アマギフってさ、あれじゃん、
でもさ、一回で全部使い切らないといけないわけじゃないじゃん。だから、ちょっとずつ使っていく。あの、フィルムとか、この頼むけどさ、あの、フィルム？この前の、なんだっけ。ちょっとここに置いてないな。タブレットのフィルムとか、あと、初期棚買うのにちょっと使ったりとか、初期棚全部には使えないかもだけど、値段的に。初期棚高そうだから。ラジオで当たったマギフ1万円ゲットしたことある。父親にあげた？いい G だな。いい G だ。僕たいさっき歌ってたから歌うかな、じゃあ。12時になったし。イージー。イージーになっちゃった。はじめまして、違うでしょ？名前変わってるけど。1万円以上使わ、買わないとポイントアップなら、ポイントアップ？え、なんかやってんの今。1万円以上。父親もし、あ、そう、父親も G か、ちょっと。それ、ちょっと嫌な。ユニガーシャンショールーム的に多分なしな気がする。ダメだったと思う。するつもりはないけど。ひどいの方ありがとう。こんは。この名前では初めて。そんなこと言ったらみんな初見になるぞ、名前変えて。カイチさんですか？カイチさん。こんばんは、どうも。よいしょ。じゃあ、僕対。よし。うん。君は今僕の太陽。人差し指空に向けて巻きつけよう。白い雲ともやもやした気持ち。悩んでいたって仕方ないよ。行こう明るく。嫌なことの一つくらい誰にもある。下を向いて落ち込んでたってダメさ。心のその空晴れ渡るまで上を向くんだ。君が世界のどこかで泣きながら孤独に震えていたってか。裏返っちゃう。愛しさが目印さ。太陽は何度も夢を見る。永遠にあの地平線から眩しい光はエネルギー。君は今僕の太陽。一人きりで夜の闇に怯えないで。僕はいつも君のそばにいるよ。もし世界中が敵に回っても僕は味方さ。だから悲しいことなんて忘れて、なんでもないように笑って。一人じゃないよ、君は夜明け待つ人がいる。太陽は何
青空を今諦めないで。目が乾燥する。ちょっと待って。泣かないで僕の太陽、太陽は何度も夢を見る、雨雲にもし覆われたって目乾燥する。誰かを思い出して君だけが僕の太陽、君だけが僕の太陽。ララララ、フル間違えた。ララ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 負けない、あ、僕の太陽。裏返っちゃうよ声が。目薬しなきゃ。めっちゃ目が乾燥する。ありがとう。声めっちゃ裏がある今日。ダメだな。目の前の方ありがとう。初見です。今朝コメントありがとう。こんばんは。あちばちありがとうございます。 Is this song for a whole AKB48? Yes. Yes. This is ってこと？AKB の曲ですかって言ってるよな。 Yes Yes。 ちょっと目が覚めさず、ちょっと目が乾燥しすぎて途中に舐めない。オッケー、目薬さした。よいしょ。目がめっちゃ乾燥した。トム泣かないでってしたいから次は歌ってるいいところで目薬さして。なんでよ。ジェミーさんファンレベル17、ありがとうございます。ありがとう、みんなパチパチありがとうね。パチよいしょ。はい、あおほあい、I'm come from Indonesia. インドネシアの方多いね、ショールーム。多くない？なんかしょっちゅう見るんだけど。Hello. I'm from Japan. I'm from Japan. あ、どうもの方ありがとう。こんばんは。あ、JKT 方々がやってるからってこと？なんかさ、こう、I'm from みたいな。コメントあるか、だいたいインドネシアじゃない？うん、インドネシア。英語で会話してる。わかんないよ、そんな。難しいのになった。ここぐらいまでわかる。メッセキッティフォン。インドネシア。真面目な話、インドネシアの視聴者を取り込めればライバー1位になれる？やる？ I was JKT48。 あ、JKT の48のファンの方なんだね。Oh, fantastic! Fantastic! あ、どうもの方ありがとう。こんばんは。英語得意だったらいいんだけどな、私が。難しい。難しい。テレマカシーって言ってね。手任し。手任し。ジャカルタがどこの国か多分わかりません。インドネシアよ。答えが上にある。インドネシア。ようかさん、is for、こう。こう。眠れない、これ。
ミスタイプした？あ、チーム8ってこと？の元メンバーですみたいな感じ？私は日本から来ました。あの、ローマ字やめてよ。一瞬英語かと思った。ダフラマンさん、大型たくさんありがとうございます。ありがとう。花火。うん。80万ポイント達成かな？ 80 万ポイント達成ありがとうございます。ありがとうありがとう。じゃがいもの語源はジャカルタ。あ、そうなの？なんか、かわいいよ。ありがとうありがとう。あつもの方ありがとう。こんばんは。どうもどうもどうも。2度目の方もありがとう。 Sorry, I don't understand speak Japan。 どうしよう、なんて言ったらいいんだこれは。日本語がわかんないって言ってるよね。なんて言ったらいい。 No problem、 イージー、強化サンズちょ、イージーじゃなかった、エンジョイだった。イージーに見えた、さっきのさイージーに引っ張られちゃった。イージーやったよね。G さんどっか行っちゃったな。川好きですか？川好きですか？どうぞどうぞ。川好き？うん？どうぞ。イージーじゃん。イージーじゃなかった。エンジョイだった。さっきのイージーに引っ張られちゃった。You are amazing! Thank you! うん、ハローありがとう。あれだね。あの、インドネシアの方だ。Thank you! フォロー、Thank you! むずいよ、英語。こんばんは、だわーん。たくさん連れてきてって言ってもらおう。たくさん連れてきて？たくさん、どういうこと？あの、インドネシアの方。いや、私さ、わかんないって、英語。いや、困るよ、英語ばっかりになっちゃったら。むずい。コメントが。全然わかんなくなっちゃう。あ、そうもなかった。ありがとう。こんばんは。ほら、ありがとうって言ってくれてありがとうね。あの、英語で。Please introduce me to your friends. Please introduce me to your friends. 連れてきてって言った。インドネシアから遠い国より、インドネシアから遠い国より来ました。どうぞ。ノープロブレム。大丈夫、自分カタカナで書くから。いや、日本語で書いて、普通に。日本語だけどさ、カタカナも。あの、普通に、ひらがなと漢字で書いてもらっていいですか？やめてください。タモの英会話の実力。ないよ。英会話習ってたんだけどさ。ちっちゃい頃。幼稚園生ぐらいの時。幼稚園ぐらいの時。覚えてない、全然。わかんない。苦手だもん、英語。習ってたけど、英会話。英会話とさ、英語はちょっと違うけどさ。わかんなかったな、英会話の授業も。難しかった。なんかその、海外の先生がいるの。もう、ネイティブみたいな。先生が一人いて、で、自分と同じぐらいの年の子たちが、4人、5人ぐらい。見てみたいな。で、授業受けるんだけど。難しい。上位配信者がみんな配信終わらないから、配信終わった途端順変わりそう。あ、みんな、みんな、かもしかして、終われないみたいな状況になってるのかな。よいしょ。確かにみんなやってるわ。9位までみんなやってる。2度目の方ありがとう。こんばんは。幼稚園登録写真？幼稚園の写真ないよ。はい。I will watch JKT48 show at shit.I will だから私は JKT 劇場で ?HKT48 の公演を今度見ますみたいな感じ？
ん、ケイシーさん。アイスキーアートだよね、これ。ちょっと名前が難しいんだ。アイスキーアート？ケイシーさん。ケイシーさん。アイスキーアート、くまたわ。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。これ、同率、1位になったんじゃない？ありがとう。ありがとうね。二度目の方ありがとう。エシェタ、インチェ、ジャカルタ、あ、当たりよかった。うん。楽しんできてって言ったよね。エンジョイ？うん、かない。I have so met several Japanese people. わかんない。むずい。なんかでも褒めてくれてるような気がするわ。初音の方ありがとう。キッシュさんファンレベル35、ありがとうございます。ありがとう。二度目の方もありがとう。こんばんは。むずいぞ、むずいぞ。アシャケルピホテだ。違う、いっぱいいるもんね、海外のグループも。水水入れたな。ジャカルタってどこだ？インドネシアでしょ。お、最近教えてもらったから、インドネシアの方。あ、ツボの方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。7月17日。ああ、じゃない。キッシーさんだよね。キッシーさんのやつ、今、書いてる。ちょっと待って。キッシーさん。あ、好きやと。ここはちゃんと理解してくれ。むずいよ、英語。アトムの方ありがとう。ごわん。Is there a several Japanese people watch Jacket 48? おー、かわしたいのか、はやなかったと。そんな感じだね。生きてみて見てる日本人が何人かいます。英語得意だったろ。かわいえ、なななな、くさん焼けてるの、日本人のファンもね、すごい。英語できるの？What is your name? 私の名前？ My name is 教会山田。教会山田。アスキーアートコムで。英語できるのすごいな。なんかもう一人で。一人。めっちゃ会話してる人いるから。バレるに決まってんだろ。たかがかすでに久しぶりにキャッチフレーズ。キャッチフレーズ？キャッチフレーズ？ちょ、待ってよ。書いたらね。待っててよ。手の子。どっちの子？オッケー。キッシーさん、アスキーアートクマタワー、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう、アスキーアートクマちゃん。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。たくさん、たくさんじゃ、なんか一個か。ありがとうございます。あすきあとくんは、一個ね、ずっと。ありがとう。ありがとうございます。あすきあとくんとは、ありがとう。ありがとう。よし。ありがとう。インドネシア語でキャッチフレーズ、無理よ。無理よ。ちょ、無理があるよ、インドネシア語は。わかんないよ。わかんないよ。無理だよ。よいしょ。うん。こんばんは、どうも。Thank you。英語にしなくていいの。You're welcome。英語にしなくていいの。曲フレーズ？今日からあなたも？な、超えた。インド派ですか、インドネシア派ですか。インド派に決まってんだろ。
こんばんは。レミタン美味しい。それ違う。ちのケチフルーツじゃないな。共感し、あいつね。こんばんは。あ、友の方ありがとう。インドネシアの首都。インドネシアの首都がジャカルタなんじゃないの？違うの？わかんないや。共感し、ありがとう。インド目の方もありがとう。こんばんは。どうもーん。あ、スキンアート上達した。あ、よかったよかった。よかったよ。あ、ジャカルタ合ってた？評価しないとね。インドネシア行ったこと？え、ないよ、ないない。海外はね、韓国しか行ったことないね。あ、よく、なんて書いてんの、ほら。お会いできて嬉しいです。なんて言ってん？お会いできて嬉しいです。こちらこそ。こちらこそ。なんて言うの？サンキューでいいのか。サンキュー。サンキュー。紹介してって英語で。確かに、どうやって言うんだろうな。Me too って言いたいの。Me too。そろそろあの歌歌おうかな、最後の。二度目の方ありがとう、こんばんは。はじめまして？違うでしょ？違うでしょ？よいしょ。よいしょ。あ、ハズラは確かに、ハズラは明日歌おうかな。明日にしようかな。初見です。ほんとに？書いてないけど、初見マーク。ないけど。明日の準備、明日の準備終わった？早いな。あれ聞いてもらうか。いいエンディング。よいしょ。インドネシアで迷子になってしまったの。インドネシア以上行こうと思ってないけど、なってしまったら翻訳で助けを求める。あろうって。よし。うん、初詣の方、二度目の方ありがとう、こんばんは。最後の曲。うん。じっと聞いて、あわざぼって、けんけんけんして、明らかもって、反則異次元、この世のもんではないです、無理げ、それ着てないって、え、ライバル口を揃えて、うん、ライバル口を揃えて、バグで、バグで、認めぜって、まして、これも全部涙で。イサウィー、イサウィー、やい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 、ブリンバンバン、ブリンバンバンボン、ブリンバンバン、ブリンバンバンボン、実力を発揮しきる前に、相手の側ばっくれてくらしい、アーカイキューハードルベリーハッピー、アーキャーカインダンテピカージー、アイカーダッピーしてる前に、誰の名の光もいらないもの、アイスより愛し、俺パッと見できないことばっかりだけど、ベリーハッピー、呆れてる呆れてる周り、恵まれてる家族友達、もう反則的だち、自分の俺に任せとけばいい、今日会社いないもん、来週年中バッタ飲ましない、鏡よ鏡答えちゃって、おいやーえーえー、ななみのままやるとこまで、なしんきんぷんぱんぱんぷんぱんぱんぷんぱんぱんぱんぷんぱんぱんぷんぱんぱんぷんぱんぱんぱんぷ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 んぷんぱんぷ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 ん、学歴もない、前科もない、余裕で。この存在自体が文化財の味噌。高級車カール、免許はない、愛車。全国各地売らす、一品。このベロがプリンプリン。バイトなら満タン。関西なまり、なまりの子たま。音楽を運修の女神、声もさんまたまま。漫画みたいな体とまんまで張り合ってしまってる漫画。圧倒的力、この頭と口から。この体、たとは入ってない。この面に傷もついてない。繰り返し悪化していくため、短いか水年利用、傷も神話。ブリンバンバン、ブリンバンバン、ブリンバンバンバン。俺の持ってプリンして、パンして、パンするために、ポンしてきた日本。鏡よ鏡答えちゃって、oh yeah、ななみのままいけるとこまで。
なしぎブインバンバブインバンバブインバンバボン。ブインバンバブインバンバブインバンバボン。ブインバンバブインバンバブインバンバボン。つざいちばおべ。えいた、俺のまでいるだけで除外。えいた、誰も苦情発されない。えいた、俺のまでいるだけで除外。えいた、誰も苦情冷ませない。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。2度目の方ありがとう。こんばんは。ありがとう。ね、インドネシアの方知ってみたい。さすが。アニメの曲。初見さんコメントありがとう。こんばんは。はじめまして。こんばんは。いつもの方もありがとう。フォローもありがとうございます。ありがとう。クップーさんファンレベル16。ありがとうございます。ありがとう。なんてこれ読めない読めない。とてもクールです。 Thank you Thank you メルケルさんファンレベル16。ありがとうございます。ありがとう。いいじゃん。クリーピータムクリーピータム私アニメの曲だよこれ。マッシュルっていう、知らない？マッシュルっていう曲のあのオープニングの曲。マッシュルですよ。マッシュル本家よりもそれはない、それはない。マッシュル面白いの。見てみたアニメめっちゃ面白いよ。1億円。一番上ね。1億円じゃないよ。違うよ。28分だ。そうそう、ランキング向こう。うん。確かにみんな配信終わってないわ。終われなくなっちゃうんじゃないこれ。みんな。ゆかちゃん、伸びしろ？頑張るわ。この前やったんですけど。え、クリピーナッツさん。あ、そうなの？わかんない。本気より間違いなく。ありがとうね。ありがとう。いますか。じゃあ13回読みますね。アルステンさんの奥さんが妊娠した。あ、そうなんだ。もう24時間はしないよ。もうやばいよ。じゃあ24時間もうすごいことなってる。私めっちゃ眠そうな顔してるよ絶対。じゃあランキングもかな。13回ランキングますね。13位、キョンシーさん、ありがとうございます。12位、マントメガネさん、ありがとうございます。11位、133、ありがとうございます。10位、レントさん、ありがとうございます。あ、9位、ヤマケンさん、ありがとうございます。8位、チョロさん、ありがとうございます。あ、次、7位、ダブル流星さん、ありがとうございます。あ、6位、食器棚選ぶ、アドマーチェプの画像作るさん、ヤスさん、ありがとうございます。5位、サルトさん、ありがとうございます。4位、グランツさん、ありがとうございます。3位、風富人さん、ありがとうございます。2位、ケイシーさん、ありがとうございます。そして1位が、フロマンさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございました。ありがとう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 ございました。今日もたくさん、ありがとう。ありがとうございました。84万ポイントも、たくさんありがとうございます。うん、サルトさんファンレベル16。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。嬉しい。もう84万ポイントもたくさんありがとう。4位の人昼間全然出てこないみたいな気がする。昼間全然出てこないみたいな。明日の配信はまた今日と一緒の感じ？明日は普通に12時台に配信する予定です。お昼ね。お昼1回やって、夜2回ぐらい。
しようと思ってます。ですかね。二度目の方にどうこんばんは。どうも。すごいね、一位の方。豆もっちさん。101万ポイント。強い。17万ポイントさ。強い。明日もそう、お昼12時だ。明日はお昼12時だ。いつもどれぐらいの時間でやるつもり。二度目の方ありがとう。こんばんは。じゃあ、そろそろ今日はおろっかな。じゃあ、また明日のお昼配信で。今日もありがとうございました。お昼やるよ。もちろん、やりました。今日もたくさんありがとうございました。ポイントもギフトランキングも全部多分5位以内で、総合は総合3位で、私6位とかだったよね、今日始めた時。7位かな、そんぐらいだったのに。ありがとうございます。ありがとう。じゃあまた明日のお披露しで、今日もありがとうございました。またね、おやすみなさい。また明日、バイバーイ。またね、おやすみ。